こんにちは、名古屋オスナビシルバーズです。今回はですね、こちらの方を紹介していきたいと思います。これはですね、ブルージーンズカラーですね。それにこのブルーのですね、牛革のクロコダイルの牛革片押しがですね、こう周りにこうフレームのように配置されてる財布になります。でちなみにこれクラウンがですね、だいたい8センチぐらいですかね、になっております。でこのフレームにちょうどこう真ん中にあるような感じがして、こうクロコダイルがこうクラウンがドーンとこう見えるような財布になっています。またこのブルーのバランスがいいですね。こっちが濃いので、この薄いインパクトのあるんですけど、ちょっと薄めのクロコダイルが入ることによって、こうこちらがフレームのように際立たせるので、結構おしゃれなクロコダイルかなと思います。でちょっと開けていきます。中はこういう風になっております。ブルーのクロコダイル片押しの牛革です。でこちらの一番下の方は本物のクロコダイルになっております。で作りはですね、このような感じになっております。ここに札入れなり、ここに札入れなりもできますし、このマーチをつけることによってカードの取り出しやすさとかですね、そういうのもバッチリ考えてあります。で中はこのようなとこが見えるコインケースがついております。片押しでも青の片押しなんですけど、ちょっとここ丸符があったりとか、この四角い竹符があったりとか、結構バラエティに富んだ片押しになっております。これがサイドになりますね。で結構こうガバッと開くので、取り出しやすさも十分にあります。でこの部分はエビが使ってあります。で、まあ、クロコダイルのお財布っていうと、全て全部クロコダイルだけだったり、全部こう全面クロコダイルっていうのもあるんですけど、こういう風にすることによってちょっとこうカジュアルな感じに見えるので、ダブルステッチじゃなくて、ここの方が手縫いになっているので、結構軽めに持てるお財布に今回なっております。あとですね、こういう風なパーツもついてますので、こうウォレットチェーンとかですね、ここに引っ掛けるものができるので、これがあることによってちょっと鍵とかつけたりとかですね、お財布カバンの中に入れて迷子にならないようにこうナスカンつけたりとかですね、そういうこともできます。でこちらのブルーなんですけれども、使う方によって結構変わっていきます。オイルをよく塗る方だったら濃いめになったりとかですね、外で使うことが多かったりすると色が薄くなったりとか、結構これは人によってかなり色が変わりますので、青っていうのはやはりこう色の変化っていうのが楽しむこともできますし、またツヤ感っていうのもですね、オイルを塗れば塗るほどちょっと濃くなったりする傾向もありますので、人によってそれぞれこう変化の違う面白いカラーになっています。しかもこの青なんですけど、独自でこう考えたカラーになるので、ブルージーンズカラーといって私たちは呼んでるんですけれども、このベルトとかですね、ジーンズに合いやすいので結構人気があります。でこちらの方は店頭販売、まあ、もちろんインターネット販売もできるので、 YouTube の概要欄の方に URL の方をつけておきますので、そちらから直接お買い求めできるので、ぜひよろしかったら覗いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。